はーい、皆さんこんにちは、のぶです。信長の野望大使やってるでしょう。さあ、前回はなんと天子家当主の天子晴久が亡くなってしまいました。なんということでしょう、一大事です。で、現在こちら天子晴久の後を嫡男である義久がね、継いでおります。で、畿内へ向かうために三好家と同盟を破棄して進行しております。さあ、では頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、現在三好家は我々天子家、そして山名家が攻め入ってるね。さあ、では行きましょう。で、洲本に毛利元就と高久が向かってる。これはダブルブッキングなので、じゃあ石山本願寺攻めましょうか。さあ、では行きましょう。さあ、本願寺加護戦行くぞ。こうなったら、これもお家を保つため本願寺が地に攻めるぞ。うん、よく言った。門徒たちよ、武器を取りなさい。仏敵義久が先兵を退け、仏閥の恐ろしさを天下に知らしめるのです。おお、やってみなさいよ。で、鈴木が取る。で、足川家が取る。助立するぞ。で、山田家ありがとう。で、兵糧9300ほか。ここで鈴木と足川家は初めて私たちに牙を剥いたということで、じゃあ元就石山御坊へ向かいなさい。行くぞ。いざ。さあ、向かえや。さあ、で、角本出てきたと思ったら、引いたね。で、高橋さんが角本到着。方位40日か。で、交渉もできると。じゃあ、この辺りで、交渉やっていきましょう。お願いします。さあ、では、行ってみましょう。ドーン。で、昇水城の本丸落とした。ナイス。ナイス。もらったぞ。で、枠総勢さん。枠総勢さんと呼ぶそうですね。この方、投与しましょう。もうおじいちゃんだけど、まだ年齢は31歳なんだ。老けてるね。で、この4人を、じゃあ、逃がしてあげよう。片付けない。はい。さあ、では、嫡男、行きましょう。じゃあ、岸和田、はい。遅れをつけた。さあ、行くべで、どこだ、石山御坊。シギナさんとわらの価値は揺るぎません。まあ、とりあえずやっておきましょうか。ここか。三好家の三好義継軍が迫っています。木津川口の戦い開戦だ。毛利元就 VS 三好義継。兵数は、まあ、私たちの方が圧倒的に上。さあ、では元就お願いします。久しぶりに海上戦やるね。さあ、では行きましょう。はい、開戦、木津川口の戦い行きましょう。今回私は施設はなし、罠もなしですね。回線だからね、この2つは立てられないんだ。で、作戦は、攻撃力が大上昇する攻勢総戦で、防御力が大上昇する守勢総戦で、さあ行きましょう。はい、さあガンガン攻めていこうか。はい、さあ、でこっちもじゃあ向かっていこう。はい、お覚悟願おう。3部隊ぐらいでいこう。始めましょうか。敵の居所、さあ、まずはさあ敵を包囲するんだ。はい、始め。どうです。で、鉄砲がいる。を入れよ。で、私たちは馬なんだ。どういうこと。で、攻勢総勢、これはまずいね。じゃあ、とりあえず守ろう。はい、守勢総勢。はい、防御力上昇。さあ、覚悟しろ。行きなさい。隙だらけだ。さあ、で情けはかけません。とりあえずできれば共有使いたいな。なかなか軍事ポイントたまらんな。始めよ。さあ、用心。はい、命令ください。で、清水宗春、さあ前に出なさい。情けは無用。こっちできれば。さあ、でこう命令。さあ、包囲できるでしょうか。攻め込め。さあ、主勢総戦がもうすぐ切れる。じゃあ、ここで、はい、攻勢総戦、攻撃力上昇。攻めてさあ、で、ここ攻撃したいな。ご命令を。こうして、さあ、で、はい、じゃあ共有で、はい、攻撃力、はい、向こうが、はい。さあ、敵の戦意がかなり下がってるよ。はい、ご命令を。さあ、攻めれ攻めれ。このままではかかれ。さあ、かかれ。さあ、どうでしょうか、どうでしょうか。で、深くを取った。さあ、一部隊、改装で、こっち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 。お覚悟願います。
さあで、どうでしょう、壊滅できるかな。じゃあこっち行こうか。ちょっとこっち大変そう。やりたい。さあで、とりあえずみんなこっち行こう。はい、こっち。さあでこっち回想した。あーこいつは無視して、あらららら、あー全滅はできなかった。まあいいや、うん、よし、さすが。オッケー、敵もボロボロでしょ。さあで、あー三好家はもう戦意ガタ落ちなんだね。なるほど。さあでこっからこっから、さあ石山ごぼう向かってください。で捕獲したのはこの方ん、まあこの人は逃がしてあげましょう。はい、片付けない。てか三好家ってどっかと戦ってたりしてたんかな。あーしてたか。もう全然そんな印象ないから。さあ行きましょう。で交渉か。じゃあ高久さん決めちゃってください。私は天子家の島津高久、上司の荒木村重。さあでは上主投稿いけ。オッケー。まあでも荒木村重はもう信用できんからな。さあでは高秀さん、今度はこっち行けないな。なので松永家、松永家もついでに攻めちゃおうか。さあ過去戦行くぞ。こうなったらお前が散々三好家で悪さをしていたのは私は知っている。ほほう、義久殿が兵を、ふふ、嫌われたものだ。されど負けてやるわけにはいかぬな。お助け出しするぞ。ね、で山田家で味方がいないんだね、かわいそうに。で兵糧8000ありがとう。さあではじゃあ高久は手を打とう。じゃあ高屋城行きましょう。皆の者我に続け。さあで石山ごぼう到着。ここは結構かかる。強行92しか、すげえ勝てん。さあ他のところはで、今こそ天保家を打つときぞ。この剣攻め滅ぼすのだ。マジか。始まってもうた。これは大丈夫ですか。義久様、一大事にございます。我らを打つべく北条家ら八勢力が包囲網を結成したようです。マジか、やばいぞこれは。さあではじゃあ証券の進出やっていきましょうか。まずはじゃあ須本証券、そしてあわ一宮証券。かしこまった、はい、で今度はじゃあ対面少々令、じゃあこれ使っていきます。この心です。さあこれで商業の行動数増加。じゃあこここことかしこまった。よし、ここでいいでしょう。よし、少々令もうガンガン使っていこう。さあ天子包囲網が始まってしまったということで、じゃあ私はじゃあここそうだな、黒子は召集、あー使いたかったけどこの辺全然準決勝立てれんな。まあとりあえずこのまま行きましょうか。行くぞ。はい、さあ攻めるぞ。我が領内に向かっております。106700。どこの部隊ですか。10万、今川家か。これなんとかできん。行くぞ。これはきつい。10万。スノモトで迎え撃つか。これいいアイディアね。じゃあさあな、じゃあ吉井さんはじゃあこっち行こうか。これわからんな、どうすればいいかわからん。はいよ。さあで岸和田城到着。岸和田は強行56日。はい、さあさあ10番を迎え撃たんというか。ありえん。さあで今川義元、農兵精霊。うわすげえ、66400。ここは46000出せるか。4万5万。とりあえずここ、はい、進みます。さあ行きましょう。で向こうは終結まで69日かかるから、さあそれまでに気が変わってくれれば。我に続け。鈴木佐太夫、足利精霊、欲しい、私もやりたい。待機せよ。で、高屋城到着。高屋城は、強行24日。はい、さあ松永家はどうかな。で鈴木佐太夫は兵が出てるだけか。我に続け。おっと、宝術剣さんか。鈴木家も手強いからな。で秀に大丈夫、対策してる。あー大丈夫。およかったよかった。報告いたします。
で、表情かな。これより、はい、表情を行う。ここの表情めっちゃ大事だよ。まあやるとしたら、まあ足軽セイレンかと、この辺だな。じゃあ軍事と、商業、はい。でピッカーン、鈴木義弘、いいね。で元近からの、あ、解散、どうも。これにて表情を終え。そうやな。じゃあ犬伝令で、自分の領内の、防御力上昇中で足軽精霊も取っておこう。はい。となると軍事ポイントが全然残らん。まあここは、そうやな、直江関て、うん、とりあえず取っておこう。まあこんなもんでいいでしょう。ご命令を。いやー、これはわからないな。もうなんかぐっちゃぐちゃになってるもんな。とりあえず頑張ろう。志果たさずして、さあ今川義元、賞は終えられない。郵便無冠。くそ、軍事系の対面は羨ましい。します。で、あれ、あ、石山ごぼうに106,700。しまった、今川家と勝ち合ったか。ここは、いやー、シギナサスバー勝ち目はないよね。いやー、これは無理だ、いくらなんでも。いや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 。で、向こうは99,000、まだ残ってるか。で、はい、高谷町落としたね。オッケーオッケーオッケー、もらったぞ。で、次はさあ逃がして、片付けない。誰か入場させよう。ここはじゃあ村上、武雄、はい。で、どうしような。銃を撃ちましょう。あー、で来るか。ってなると、どこが戦いやすい。ここか。タツタの戦いってことかな。出陣せよ。さあでは、で行きましょう。待機。いやー、結構厳しい。さあ戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。やっていきましょう、お願いします。さあタツタの戦い、天子義久 VS 松平元康。きついこれは。さあ行きましょう。はい、回戦タツタの戦い、遅れを取る。行きましょう。今回私は金金奈落渦めび渦めび渦めびでございます。で向こうは金金のろし金鳥か。でここは自社が戦場ということで、モントたちがね、私たちのところに駆けつけてくれました。でそれは向こうも同じということで、まず行きましょう。さあ徳川家康は多分これだよな。命令してくれ。とりあえずみんな、じゃあ鉄砲玉になってこっち行こうか。さあ行くぞ。叩きのめせ。さあかける、行くぞ。いやもう突っ込もう。はい、叩きのめせ。さすれば私たちにも勝機あり。さあで、その流れで金と、うーて、渦めびか。敵の居所で、来た、知れました、始めます。で、のろしも潰したいところ。で、金始めるぞ。やりたい、前へ。さあ、のろしを潰す。うずめび、うずめびばっかや。で、こう始めるぞ。やりたい、前へ。さあ、やっぱりこう、ここに松平元康がいた。前へ、やりたい。さあ、届いた。前へ。ここはじゃあ、一ゲージ二つ、はい。攻め込まねばな。で、こっち行こうか、はい。叩きのめせ。さあで、のろしを壊した。で、こっち、はい、前へ。金を壊そう。敵の居所、知れました。さあ、大丈夫。かかれ。さあ、頑張れ頑張れ。手を打ちます。で、よしさ、こっち。やりたい。で、金一個壊した。で、こっちの金も壊そう。今んとこなんとか大丈夫。で、こっちな、はい。滝の目線。で、渦美、食らった。横槍を入れよ。で、次は、こっちな。お命令ください。はい、行きましょう。まあこれだったらなんとか倒せそう。前へ。どうだどうだ。もう追い返すだけでいい。くぅ、1ゲージ2つ、はい、防御力アップ。城がボルスのよ。さあでこっち、でこっち、はい、始めるぞ。さあ鉄砲玉となるんだ、みんな知れました。でちょっとこっち厳しい、下がろう。まさか。くぅ、やばい。で、競技が入ってる。やりたい。いいですよ。前へ。で、うずめび。よし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 。やりたい。前へ。そう、なんて不毛な戦いなんだ。
敵の居所できた。知れました。さあでどうだどうだ。おーしよしよし、これなら大丈夫で競技に入ってみる。キスの、はい、三河ソウルクックはい、じゃあ、はい、奮闘踏みつぶしてやるぜ。オッケー、よしよしよし。まず今川家叩き潰せ。松平元康の部隊は蹴散らした。オッケー、これはでかい。負け犬ども、さすが着な。消え失せ。よし、よくやった。で、城攻めはできるか。で、この二人、じゃあ逃がしてあげよう。私ない。で、野牛、宗義か。11,000。これはね、これはちょっと厳しいでしょ。行くぞ。じゃあ、四季三条行きましょう。遅れを取るな。さあ、これどうなるかな。はい。我に続け。さあ、で、四つ目。農兵セレン。で、久秀。優美無冠。浅はかなり。シギさん、到着。シギさんは、ここは、ここはね、標高70日。じゃあ、モグラ攻めで行きましょう。さあ、行こう。さあ、で、大丈夫？こっちか。で、2800も向かってる。で、今川義元の98,000も向かってるからね。さあ頼んだ。戦場戦を食う勝敗の行方は分かりません。これは大事よ。絶対落としてなら。はい、スノボとの戦い、島津高久 VS 今川義元。兵数はちょっと私たちの方が上。よかった、準決勝作っといて。さあ頼んだ、行きましょう。はい、海戦スノボとの戦い、お願いします。今回私は奈落奈落渦めび鳥で、金金のろしでございます。で、向こうは金金のろし金鳥かで、優美無冠使ってるから罠もたくさん置いてることでしょう。さあ、ではとりあえず奈落の前にはめろ。始めるぞ。さあ、で、大丈夫かな。始めよ。で、早速発見。で、のろしと金を壊していきたい。じゃあこっち別動隊頼んだ。で、多分これが今川義元本人だ。で、渦めび食らった。まずこう倒す。覚悟しろ。さあ、やりたい。前、さあ前でよ。はい、覚悟しろ。さあ砦を壊させてはなら。で、こっち、はい、覚悟せよ。で、こっち、はい、ゲチ。さあどうする。で、よし、壊しに行こう。覚悟しろ。あー、沼か。バカな。で、こっち、はい、やりたい。で、こっち、はい、前、覚悟しろ。今が好機。さあどうですか。やっちまったな。さあ、でこっちか。で、これ本田忠勝か。ご命令を。本田忠勝はもう集中して倒そう。で、こう始めるぞ。やりたい、前へ。さあ、で、今川義元発見。ご命令。さあ向かい始めるぞ。仕方ないよ。で、こっち引くか。さあ、今川義元集中的に狙おう。ここは、そうやな。幼児。で、幼児。はい。仕方ねえ。はい。今は守るぞ。我らが破れると。さあ、で、もう一部隊倒した。トンボ切りよ。で、全てを脱がし、投げ払え。さあ、本田忠勝はもう早く、早く。で、金、壊せる。あー、届かない。でも、ようやった。で、こっち、金。覚悟しろ。で、鳥居を壊したところで、はい、じゃあ、のろし。やりたい。で、こっち。今が好機。さあ、で、教育食らってるけど、ここは耐えるんだ。我らが破れる。さあ、で。苦しい。よし、いよいよ。さあ、どうしよう、待て。やりたい。前へ。さあ。で、雨が降ってるから、のろしが効いてないんだよね。さあ、で、次はこっち。大丈夫か。やりたい、前。ここは作詞じゃない、幼児。はい、幼児。さあ、ガチガチで固めていく。やりたい、なんとか教育は免れたからの、ここ、始める。今川義元、背後をつく。始めよ。一旦引くぞ。ふう、やっぱこっち、はい。あー、で、元山さんやられたか。さすがにごめん。で、
で酒井忠次倒して、でこう、さあどうだ、攻撃校舎出せる、いいですよ、どうだ、知れておりますな、さあほぼ10万の部隊を倒した、オッケー、今川家追い返した、あぶねー、これは危なかった、勝ちを重ねて天王家の存亡天下を目指す、島津隆久が救ってくれた、ありがとう、で8万8000を倒したんだ、すげー、うわー今川家攻めていいけどそんな余力はない、でこの方を問うよ、はい、でこの人は逃がしてあげて、片付けない、で高久、で山名家が今川家に戦を仕掛ける、あーこれはいつも通りだね、じゃあ山名家頑張って、今がチャンスだよ、さあ切り取れとなると、岸和田向かうか、はい、進め、さあどうにかしてみなさい、危なかった、で天子クリスタ殿まだ病かかってる、報告いたします、さあじゃあ毛利高元はこのまま5万の部隊でこっち行くが、今川家切り取ってもいいかな、進みます、拠点1個ぐらいは取りたいね、我が妻、さあで本願寺剣王、やはり天下無二のものですね、足利ね、仏罰敵面、来るね、仏の怒りを収めなさい、ああ当家が対面の対象となった、やばい一向一揆やられた、やめれーやめてくれうわーくっそやられた、で岸和田城落とした、いいよ、こんなもんかい、さあでこの4人を問うよ、でこやつらは逃がしてやろう、さあ本願寺絶対許さねえからな、いざ参る、この野郎、さあ大阪城へ進め、さあどうするよ、どうにかせ、で石山御坊到着、強行強行149日、はい、さあでこっからどうするかだな、とりあえずじゃあ高橋は そやな、小一城、進め、さあ行きましょうか、でどうする、はい、さあで手取り城到着、手取りは、ほい、36日、早いね、さあ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 、これはどうなる、どうなりますかな、はい、で、戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません、大丈夫でしょう、勝ってこい、オッケー、さあで、トイチ落とした、オッケー、で、さすがに、ここは無理だな、じゃあこっち行こう、いい森山、皆の者、さあ、三好家にとどめを刺す、A6 の変だ、幕府復権のために精力的な活動を続ける第13代将軍足利義輝、これに対して当主長吉を失い畿内での影響力を失いつつあった三好家と松永久秀は強い危機感を抱いていた、やれやれ、よく動くバカ者とは本当に迷惑なものよ、さりとてこの年で将軍殺しの汚名など負いたくはない、となれば何者かが動くように仕向けるまで、ふふ、己が欲することを他の者の手を持って成し遂げる、将軍よ、それが政と知るべきであったな、数日後将軍に訴えたいことがあると三好家の兵が京に集結し幕府御所に押し寄せた、激しい訴えはやがて小競り合いになり戦闘へと発展していく、誰もが予想した展開であった、己身を締め幕府御所に踏み込むとは何たる狼藉か、将軍覚悟、ふんぐえ、ふふ、幕府の復帰を見ることなく果てるはいかにも無念ではあるが、この剣の腕、敵を相手に存分に振るう気を得たは行幸、さあ参れ、征夷大将軍の剣を望む者よ、わしがそなたらに自走して死んでよ、今日細川藤田が邸宅、何交渉が、そうか、ついにこの日が来たか、急ぎ御詰めを、無駄よ、間に合うまい、それよりもこれよりのことを考えねば、皇久寺に向かうぞ、皇久寺で会ってるかな、将軍様の弟郭慶様がおられるはずだ、義明のことね、放っておいては久秀に討たれる、急ぐのだ、
この一連の事件は永禄の変と呼ばれる。第13代将軍足利義輝は討たれ、室町幕府はその機能を停止することになった。三好家は京の制圧に成功するが、権力争いというものは最後の一人が残るまで終わるものではなく、共通の敵を失った三好三人衆こと三好家主流派と松永久秀の対立は明確なものとなっていく。一方、細川藤孝を中心とする幕府の旧臣は義輝の弟角慶を救い出し、監督させ足利義昭と名乗らせた。幕府再興を目指す彼らは諸大名を頼りに各地を放浪することになる。まさかこれほどうまくいくとはの。わしはただ義継様と久通に将軍をこのままにしておいてよいのかと言っただけなのだが、ふう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 、悪いやつやな。ほんと悪いやつ。まあこの辺はね、キリンが来るでもやってたもんね。さあ、それでは今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。よろー。